クマラボチャンネルの主、マスタークマです。今回紹介するルアーはこれ。ルーハ前線ンンのー PJ ポッパーです。あ、PJ ポップですね。失礼しました。えー、っとね、このルアー結構知る人ぞ知るルアーなんですね。えー、っと、詳しい方でも知らない方いらっしゃるんじゃないでしょうか。マイナーなルアーの中のマイナーと言って過言じゃないと思います。 えーですが、ね、ルアーの性能がじゃあ悪いのかと言われたらこれ全然悪くなくて、えー、特に、ね、マッティウォーター系のー状況の中では力をはっきりするウッドポッパーになりますで、えー、なぜそれが,ウッ,ドポッパーがーウッドボディが強いのかというとまず比重が重いという点があります。 そしてこのカップ形状ですねあ、ちょうど今正面回ってきてるんでわかると思いますけど、このカップ形状でスプラッシュとあとカップ音ですね、えー、がすごくいい。で、えー、リアのこのスカートですね、これスカートによって動きを。 ある程度抑えることによってこれ首振りもしやすいポッパーになります普通ね、ねポッパーってすごく首振りがしにくいんですね、えー、手前の口で、えー、水を受けることによってポップ音それからスプラッシュを出すとに、えー、力を置いてるんですけど、えー、これはねそれをすると同時に後ろのラバーそれからボディ形状によって首振りをしやすくしてるっていう、えー、結構ね、ね優れものなあポッパーなんです。 でえー、スライドを押さえてるからゆえに、点での釣りもできるし、えー、結構ね、いいんですけど、これね、今ちょっとこう、えー、回ってるんで、綺麗いに見えてるんですけど、お腹のところの、ねえー、印字の部分が見えないんですね。これはね、私が前、ツイッターで紹介したときにはあ見えてるんですけど、結構ね、印字が本当反抗したような印字で、 もうちょっと派手に印字してもいいんじゃないか、自己主張してもいいんじゃないかっていうぐらいにしかね、印字がされてなくて、えー、よく見ないと何のルアーかわからない。で、見た目がこれだけチープなんで、下手するとね、名、えー、も知れないメーカーさんが何かのルアーをパクったとか、 えー、適当に作ったようなルアーに見えますけどこれはね、えー、中古であったら、えー、買っても損はないルアーだと私は思いますでねウッドポッパー自体が結構で、ねえー、現状少ないんですね ですからね、こういうライセンスもんでウッドペッパー量産されてます、これはもちろんですんでね、中古でも割とちょくちょく見かけるルアーです。で、先ほど言った通り濁った状況、マッティーウォーターに強いので、それなりにね、存在感、それからそういうものが。 あの、あるルアーですんで、えー、どこのね、エリアでも使えると思いますし、サイズ的にもね、えー、程よいサイズになってますんで、場所選ばないっていう点ではね、えー、全然うん使えるルアーになっていると思います。ですが、先ほど言った通り、マイナーであまり売れてないんで、 ね、中古でね、見かけることひょっとしたら少ないかな。私ね、これちょくちょくは見かけてるんですけど、知らない人が見たらね、どこのメーカーのルアーかわからないみたいなね、えーえー、感じで置かれてて、お値段の方はお安いんですけど、その代わり玉数が少ないっていうね、ジレンマに陥ってます。ですけどね、見かけたら買ってね、えー、使ってみて、えー、トップウォーター好きの方はもちろん、それからね、えー 自分がね、よく言ってる野池とかね、濁っててね、えー、なかなか普通のトップじゃ食わないんですよって言ってるような方はね、ぜひ一度使ってみても面白いポッパーだとは思います。ではね、えー、今回はここまでにします。次回何を紹介するかは次回の動画でお楽しみください。では今回はここまで。